ロッパの皆さん、ラックラインです。イエーイ。ボーカルのミカルです。北山雄大です。ベースのジュンです。ドラムのシュウです。この度、ブラックライン初めての、ヨーロッパツアー決定。みんなに会いたかった。会いたかったよ、会いたかった。 I miss you! Yes! Oh yeah! というわけで、今回、初めて行く国や、土地、みんなに、会えることが本当に待ち遠しくて、非常に楽しみにしてたわけですけど、俺たちメンバー一人一人の思いも強いというわけで、とりあえず今から、メンバー一人ずつこのツアーにかける意気込みを語ってもらいましょう。ミカルさん。はい。ヨーロッパのみんな、必ず、ヨーロッパに俺は帰ると、約束しました。それが今回果たせることを本当に嬉しく思います、そして初のね、ヨーロッパツアー初のシングル発売がされて、それを持っていきますんで、楽しみにしていてください。そしてよりパワーアップしたね、この俺らのステージや曲ショーを楽しんでください。待っててね。個人的にもね、海外に行くのが初めて で、その初めての海外をそのヨーロッパのツアーでツアーに行けることをすごく嬉しく思います。ヨーロッパに、好きなバンドたくさんいて、でその影響も受けて音楽を作ってライブをしているので、その影響をドカンとね、みんなに見せられたらいいんじゃないかと思っております。待ってね。はい。Yeah. ゆーちゃん。僕も海外に行くの初めてなんですけど、海外言葉、通じなかったりすると思うんですけど、そういうのは、関係なく音楽で一緒に盛り上がっていきたいと思います。よろしく。はい。よろしく。最後、お礼です。個人的にもう3年以上ぶりになるのかな、本当に海外でこうやって、ツアーに行けることが、本当に待ち遠しくて、ついにこの日が来たってことで、俺自身すごいテンション上がってるんですけど、ブラックナインのね、楽曲やらライブパフォーマンスやらを、皆さんにお届けできることが今から本当に楽しみです。早くみんなに会いたいって気持ちが本当に強くて、また、新しい、作品も一緒に引っ提げてツアーに回るんで、今年の冬はブラックライン一色にヨーロッパが染まるぜ。待っててね。ブラックライン、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 ブラックライン。